はいどうも、ポルクです。はい、今回も7 days to end with you。 end with you なんやな。 to end with you、 あなたと一緒に終わる、終わりに向かう7日間。このタイトルあんまり意味考えてなかったけどさ、なんか展開を示唆してるのかな。はい、今回の動画では4日目をやっていきますね。はい、はい、でここは前回最後にちらっと見ましたね。はい、いつもそばにいるのはなぜだろう、私の体調を理解しているのだろうかと。まあ一緒に寝てるんだと思うんですけどね。でも一緒に寝てたらさすがになぜ、これなんやろな、物なんとか。ここでしか言わんのか。一緒に寝てたら、なぜ、いつもそばにいるのだろうって、思わんよな。言葉がわからんくてもさ。うわ、これ火じゃないな。これなんやろね。火をメモっとけばいいんかな。わからん。服赤髪女。で、赤髪女、あ、これ確定よ、確実に。これも確定よ。ね。これってどこで、いやー。どっかの紙とかに書いてあったんやろな。部屋じゃないよな。これす。とりあえず女の人がいないときにできることって他なんかないんかな。それをちょっと探りたい。怖いよな、この鏡がこんなぐちゃぐちゃになってんの。なんかできへんのかな。ここしかやっぱないよな。骨死神愛。これなんや？骨は骨でもボーンじゃないしな。建物を指さしてもこの単語を言うのよね。まあ昼だろうが夜だろうが関係ないと。死神もな、これ意味わからへんしな。愛は愛なんやろうけどな。これ愛を表すのよ。その逆位置、その逆のタロットって意味か。じゃあこれは愛ではなく、愛の反対ってなんだ。難しいな。愛の反対って何か。愛の反対って何。うわ、わかんねえ、これ。なんだ？多分なんかの言葉を作るんでしょうね。5文字の。5文字の言葉。でもこれの意味がわからんのよな。これもよくわからへんし。特別植物。特別植物。薬用の特別植物。作り方？作り方かな？特別植物というよりは。これが作り方？
これ特別植物ちょっと意味わからんから消しとくか。絶対特別植物じゃないもん。一人でできることってやっぱ、最初に月、マンスファースト。これなんや。薬のなんたら写真。古い写真？どういう写真なんよこれは。写真なんこれ。これ何？薬用のどっかに行く。どこに行くの？メモ。薬用のなんかメモ。これはもう一度なんとかなんとか。これも意味わからんしな。ここ来てもしょうがないよな。他に見れてないもんとかない？これも意味わからんねんな。な、この線の位置は何やろ。で、5日目なんか起こりそうよな、明日。4日目までは一緒で、明日なんか起こりそう。で、6日目と7日目上にあんのよな。6、7もちょっとやっぱ今までの感じとは違う展開になりそう。あ、寝よる？ここ開いたまんまさ、こう言ったら、あ、気づいた。空いてることに。あ、今ここか。ここしか使われてないか。私のグラス、あ、確かにない。これなんだ。なんたらわからないと。いや、わからん。何言ってんだ。何か探すような素振りを見せている。その後、紙に何かを書いて私に見せてきた。何か説明したいのだろうか。おーおーおー。はい。グラスがなくなった。なくなった。ディスアピア。消えた。なくなる。計測、測る、探す。いえ。測る、探す、みたいな意味。私のコップがなくなりました。一緒に探してください。お願いしますと。 OK、 いいよ。コップを探してください。ここダメって言われんねんな、結局。でも確かにコップなくなったな。これじゃない。どこを探しちゃいいのよ。なんかね、顔が変わるのよね。これ、ああ、照れてる。愛。
なんかネガティブワードな気がするんですけどね。これね、メモれないんですよ。なんか謎の言葉。この言葉ってこの時しか言わない。なんかちょっとネガティブワード。ネガティブなことを言ってそう。で、コップを探してほしいって言われたけど、どこ探すとこがあんの？なんで戻る？6日、2月6日。まずもまずかどうかわからなくなってきたな。時間も時間じゃなさそうやしな。コップ探すっつっても、なんかある。植物死神、枯れてんのかな。です。 DEHTH ん？です。 DEATH がかぶらないか。まあ、死かな。死、死を表す言葉な気がするな。もう夜やん。クリック回数なんかな、もしかしたら。お？覚えている？なんかがわからない。これ何や？わかるか。手がかりなさすぎるやろ、そんな。私、一緒に、ポルクと一緒に、求める。忘れたいって言ってんのかな？ want 的な？忘れるを求めてる。want かな？求めるって。これなんやろな？コップどこにあんのやろ、結局。一緒にいるって言うと嬉しそうやもんね。これやん。あげるもなんか微妙やな。忘れた時にみたいな。忘れた時にこれ使えるよみたいな感じかな。あげる意味さすため。あげるもちょっとおかしいんだな。あげるもちょっとおかしいな。あったよっつって。言ってる？なかったもんね、こんなとこにコップ。コップは見つけたでいいんかな。
調味料みたいなやつ。どういう意味やろう、これ。骨と建物を両立できるような言葉ってなんだ？愛が愛と死、骨愛死にまつわる5文字の言葉なのよ。多分5文字の言葉を何か入れんのよね。炎、炎を入れてみる？5文字やし、このドルビーアトモスみたいなやつ、四角バツメールの横みたいなのと、ソフトバンクの下ちっちゃいやつと、ソフトバンクドルビー四角バツ、ちょ、もうこんなん書きゃいい、別に。これはもうね、はい、スマホでパシャッと撮ってこれ見ながら入力しよう。これ、あ、今の下がちっちゃいソフトバンクで、次ソフトバンク、あ、違う。違うみたいですね。いやー、どういう意味なんやろ。わかんねえな。わかんねえな。わかんねえな。眠そうなのはなんなんや。ほっとったら寝んのかな、こいつ。一人でしかできないことってやっぱあそこしかないよね。だって勝手にこれ薬作ったりもできへんわけやん。これ開けてー、ここ開けてーけどな。Thank you.
これ意思とかでいいんかな。意思、石碑、石碑と読むしかできないよねこれ。石碑とか意思とか。あと何ができんだ。料理をこんな作ってどうすんのやろ。なんで レシピじゃなくて、まあ材料が近いかな。青植物4、黄色植物2、赤い瓶2。こればっかやってもな。これの言葉の意味はもう完全に分かってるからいいのよな。え？もう寝んの？もう寝んのか。さっき寝るっていう意味にした。言葉あったよね。寝る。これで言ってみるか。ああ、伝わってる伝わってる。オッケー。一緒に寝ましょう。これなんやろな。最後って言ってるよね、多分。ラストやと思うんだけどな、これ。最後に、もう一度、なんたら。おやすみポルック。怖いのよ。何かが崩れる音がする。人の声が聞こえる。また夢を見ているのだろうか。土ぼこりがひどくて辺りがよく見えない。この状況は一体そんな言葉、こんな言葉だった気がする。ペリー。これ戦争やろ。ウォー。ウォーで戦争。3文字だしね。これ戦争やな。戦争。これも確定。戦争。戦争があったと。さすがに4日目24分しかやってないので、いや、まあええか。一動画、一日で、終わりますか。はい。ということで、次ね、5日目行きますんで、今回はここまでにしたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。